みんな、ついに来た。9月から始まる新シーズンの最新映像が公開されてました。3日前に。そう、3日前。なんで誰も教えてくれなかった？今更初見って逆に珍しくない？これ、ニンテンドのロゴからテンション上がるな。なんだこれ。空。青い空。新ステじゃん、ここ。絶対。新ステ、え？でもこれ、似たようなステージあるくない？ホッケフト復活？秋空って感じ。いや、違うぞ。全く新ステだ。完全新ステだ。おおなんだこの都会。かっこよすぎる曲。すごい、全然雰囲気違くない？高足経済特区。うわー、すごい。なるほどね。今、建設中のところをステージしましたみたいな。なんだ今の、オバフロか。オバフロの足かな。お、いいね。これバケツか。なにこれ、モップリン。新武器だ、新武器。なんだなんだこれ。ちょっと待って。バケツ。でも普通のバケツじゃない？一角やった今。どういうこと？射程が長いみたいな。なにこれ。北極。歩兵海運。お、すげえ、船の上なんだ。あ、寒いステージはここ。スピナ？イグザミナ？イグザミナ来た。イグザミナ。なんでこれ？かっこいいぞ、見た目。なんかこれ。おー、でも普通のクーゲルみてえだな、なんか。何が違うんだ？普通の武器っぽかったな。チャージキープとかできるの。何これ？付け方が変わるみたいな。あ、そんな種類があんの？すごい。あ、これ復活じゃない？スプラ2のステージ。サーモランのステージだ。おー、何これ？新バイト作業着。うお、すげえ。カラフルなのいっぱいある。アニュー。あ、待って、ここ。あ、足武器が全部乗ってるわ、これ、多分。いいね。ジェットパック祭り来たわ。待って、新武器のイグザミナーみたいなのめっちゃ気になる。イカダッシュバスク。イカ族 3.9 みたいな。改造ガチ不法ショット。なんでそれ。やりたい放題じゃん。お、フェスか、これ。一周年フェスとかあるのかな？特別なフェスみたいなの。だって9月9日発売日でしょ？一周年記念でめちゃめちゃ新武器増やしてほしい。リッターカスタムとか、トラストカスタムとか。あ、短い、思ったより。ニューシーズンカミング。サイドオーダーとか来るかと思ってた。新武器2種だけってこと？一周年でしょ？だって9月って。ドリズルシーズン？かっこいい。ってことで、ネットに見返していくわ。さっきの新武器から見ていこうぜ。で、さっきの新バケツは、モップリンっていうらしい。名前かわいいな、モップリン。これもう公式が情報出してて、2つの射出口を持つ形状が特徴的な新しいスロッシャーだ。見た目通り1回のスイングで2つのインクを放つ。両方のインクを同時に命中させれば、かなりのダメージを与えられるぞ。使いこなして相手プレイヤーもステージも自分たちのインクで大掃除しよう。これ元ネタがお掃除するときに使うバケツっていうね。モップをクルクルするところで絞り出すみたいな、そういう構造になってるんだけど、プリンみたいな名前でかわいいな。で、これプレイ映像も出てたんだけど、これクソ強そうじゃない？思ってる射程長いよな。2つのインクが同時に出るんだけど、これ操作が結構難しいっぽくて、視点を動かすにまっすぐ振れば同じ場所にインクが飛んで、視点を動かしながら振れば異なる場所に2つのインクを飛ばすことができるっていう、結構癖が強い操作性になってると思うわ。だけどこれをうまく使いこなせば一角取れるってことでしょ。これ一角なんかな、わかんないけど。で、サブが9番ボム、スペシャルがサメライドになってるわ。サメライドか、どうなんだろうね。強いのかな？なんか S ブラストみたいに癖が強くてあんまり人気が出ないみたいな、そんな感じになりそう。で、これ、イグザミナーな。これかっけえな、マジで名前からして。クソ強いんじゃない？サブがカーリーゴム、スペシャルがエナジースタンドっていう。で、この映像だけちょっとわかりにくいんだけど、多分おそらく四角だと思う。で、キルソカ普通っぽいけど、なんか、弾ブレがめっちゃ少ないように見えるんだよね。空中の弾ブレがめちゃめちゃ少ないスピナーみたいな、そんな感じの特徴なのかな。メイン次第だな。サブスペは十分強いし、このガトリングのシーンとかめちゃめちゃかっこよくない？チャージキープとかだったらもうノーチラスの上位互換になるかもしれないね。チャージキープとかなんか特徴的なのなかったら、ちょっとクーゲルに負けちゃいそう。せめて再チャージぐらいあってほしいね。で、このナーバトラーのシーンね。ソイチューバーカスタム、スクリュースロシアネオ、イグザミナー、モップリン、ダイナモローラー、テスラ、来たねテスラ、北斎ヒュー、トライストリンガー、コラボ、これコラボなんだね。カスタムとかじゃないんだ。めっちゃサブスペ気になる。トライストリンガーコラボ、トラコラとか呼びそう。スペシャル、テイヨイカとかだったら激アツなんだけど、吸引機とデコイだったらマジ最悪。オーバースロシア、デコ、パラシェルター、ソレーラ、クーゲルシュライバー、ヒュー、で、新ステな？高橋経済特区。網が真ん中にあるステージで、スピナー系とかが輝けそうだけど、結局リッター系になりそう。めっちゃいいじゃん、リッターのチャポジ。クソあるじゃん、これリッター使ったら最強なんじゃね？ただなんかネットの反応を見ると、壁が結構濡れるみたいな感じで、裏取りとかもいっぱいできるみたいな考察もあったんで、もしかしたらチャージャーだけのステージじゃなくなるのかもしれない。で、このシーン、フェスかなと思ったんだけど、ヤガラ市場が映ってんだよね。すごくないこれ見つけた人。で、このヤガラ市場から見ると、ちゃんと経済特区が映ってるっていう、作り込みエグすぎ。だから、ヤガラと高橋経済特区は、まとなりにあるってことが。もっと調べたらさ、マサバ海峡大橋が映ってるとか、いろいろあるかもしれない。で、もう一つの完全新して、オヒョウ海運。このステ
ージめちゃめちゃおもろそうじゃない？このステージめちゃめちゃ構造好きなんだけど、クソ楽しそう。雰囲気めちゃめちゃいいよな。ちょ、寒そうだから厚着していかないと。で、ここサモランの時知らず息吹工房。これスプラ2のステージまんまだね。サモランって意外と新ステージ少ないイメージあるよな。結構2からっていうのが多い気がする。このリフトめちゃめちゃ鬱陶しいんだよな。ここ事故率めっちゃ高いからクソ苦手だった。こっから落ちるんだよな。で、この着こなしっていうらしいんだけど、めちゃめちゃ可愛くない？これ帽子をさ真逆につけたり、特にこの T シャツの着こなしめっちゃ可愛いよな。これ絶対やりたいわ。可愛すぎんだろ本当に。これからアップデートでいろんな着こなしとか増えていくのかな。もっと増やしてほしいよね。もう本当に可愛すぎでしょ。バイト作業着な、これめっちゃ迷彩柄とかかっこよくない？モサ感あっていいね。でもこれキークラ全然溜まってないんだな。何個で交換なんだろう。これあとレジェンドの帽子ついに追加来たな。サモランで追加なんだ。これヒーローモードで追加かなんかかと思ったわ。もともと当たり目が来てて、935指令が来てる帽子ね。これスプラ1だったらランク50完走してようやくもらえるって感じだったんだけど、結構愛着あるんだよな。いや30個か金の鱗、これたまるか。これ絶対ゲットしたいな。いや30個きちい。死ぬわ。もう血吐きながら貯めるわ。でこれビッグラン再来9月2日から開催。腕が鳴るね。で報酬がヘリコプターのオブジェクト。え、新お頭鮭がヘリってこと？でナンプラ遺跡っていうね。ナンプラ遺跡でどんな感じになるんだ。水没したら全然立ち回りできなさそうだけど。今回は熊さん印の武器も混ざってるらしいんだけど、これなんだと思う？これ完全新武器の熊さん印だよね。これ熊さん印のスピナーだっていう人と、熊さん印のマニューバーだって言ってる人いっぱいいたわ。じゃあ僕はその間を取って熊さん印のダイナモローラーにするわ。でこれ見て、ついに来た1周年イベントフェスだね。リーダーにふさわしいのは風花 VS ウスホ VS 万太郎。期間は9月9日ちゃんと発売日に開催してくれるところが熱いね。いやこれどうなるんだ、これ勝ちてえな。みんな何に投票する？僕は圧倒的に風花なんだけど、まあ任せろみんな。僕風花どんぐらい推してるかっていうと、今までのフェス全部風花に投票してます。もう負ける気しないね。もう勝たせます。で今回ネームプレートも配布されるってことで、自分が誰推しっていうのをアピールすることができるっていう。これバチバチだね。フレンド内でネームプレートが合わさってなかったらブルーって拳が語り合うんじゃない。で1周年記念フェスでは10倍マッチの確率がいつもの倍になるっていう。で10倍マッチの勝利数に応じて限定バッチがもらえるらしいよ。これ集めてえな。配布されるネームプレートにこれつけたらめっちゃ合うんじゃない。かわいいね。そして1周年フェスに合わせてアーミーボもついに発売されます。いや長すぎ、めちゃめちゃ待ったわ。もう予約が始まってるらしくて、発売日は11月17日。この動画が編集し終わったら速攻で予約するわ。これ3体セットをな。え、どんなギアがゲットできるのかな。そこはまだ公開されてないんだよね。え、結構クオリティ高いよなスプラトゥーンのアミーボ全体的に。なんでこんなクオリティ高いんだろう。スマブラのアミーボもクオリティ高いけど、圧倒的にスプラトゥーンのアミーボの方がクオリティが高いと思います僕。万太郎でかくね。万太郎も風花も打つ方も全員2200円らしい。ちょ、概要欄に予約 URL 貼っとくわ。で最後にイベントマッチ、ジェットパック祭りな。これクソエイムすぎない？僕多分当たんない気がするんだけど、空中戦で相手にエイム合わせるってことでしょ。めっちゃムスそう。これ日頃ジェットパック使ってる人が買えるんだろうな。でこれイカダッシュバトル、絶対これ重量級武器が暴れるな確実に。いや逆に日頃早い、ボルトとか使ったらもう音速超えるんじゃね。いやイカダッシュ何の武器が一番強いかな。これいつ開催なんだろう。でこれ改造ガチホコ、これ3つ方向に弾が飛んでいくってことでしょ。やばすぎんだろ、これ最強武器じゃん。でもなんならスプラ1のトルネードみたいなガチホコショットも打ちたかったな。このマッチだったらいつもみんなガチホコ持たないのに、今回は進んでみんなガチホコ持つようなんじゃない。以上でドリズルシーズンでした。ドリズルは日本語で梅雨雨、霧の雨ってことだね。霧の雨は秋に発生する天気ってことで、楽しみだな。個人的にやっぱ新スピナーが好きかな。みんなも何か気づいたことがあったらコメントしてね。それじゃあまた新情報が出た動画にしていくわ。サラダバー。